はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節の働き丸2をお送りします。で、前回からね、この文節の働きシリーズが始まって、前回はその文節の役割を5個覚えてもらいました。まあ、主語、述語、修飾語、接続語、独立語とやってきたんですが、その中の修飾語を今回は取り上げていきます。で、問題はね、6問しかありません。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあさっきも言ったように、前回ね、その5個の役割を覚えてもらって、その中でも主語と述語をね、前回取り上げました。まあ、主述の関係とかね、主語述語の関係なんてやりましたけど、で、今回は修飾語です。で、まずポイントの中を覚えてほしくって、まあ、そこからいきましょう。あのね、他の文節の、まあ、文節があるじゃないですか。で、その内容を詳しく説明する文節を修飾語って言います。つまり他のものを詳しく説明する、それが修飾語なんです。で、セットで必ず覚えなきゃいけないのが、説明する方が修飾語で、説明される方が非修飾語って言います。これ絶対両方覚えてください。で、じゃあこの非修飾語の非っていうのはされるって意味があるので、修飾される言葉って覚えるとね、覚えやすいと思います。いいね、修飾語と非修飾語です。で、問題、次の文の、まあ、実践文ね、なこ線のところが修飾している一文節に波線を書こう。つまり、この今引いてるこの実践のね、縦の線、二つありますけど、これ両方修飾語なんです。修飾してる方だから。ちょっと赤に変えてみようか。いいね。これが修飾してる。じゃあ、この言葉が修飾してるもの、つまり修飾されてる言葉はどこっていうのを探したい。で、この探し方はすごく簡単で、美しいじゃんか。で、美しいが修飾してる言葉。つまり、美しい何なのってとこなんだよ。で、今回姉が美しい花を飾ってるじゃないですか。で、美しいのは今お姉ちゃんじゃなくて花だよね。いや、お姉ちゃん綺麗かもしんないよ、わかんないよそれは。でも美しい花だから、で、一文節なんで花を、ここが答えになります。いいかな、まあ一文節かけって言ってるから先切るのもいいね。姉がね、美しいね、花をね、飾るねって、その中の一箇所を探したいから、ここ花を、これが答えになります。では次、雨の日は室内で練習するです。で、これはまあ文節切ってみようか。雨のね、日はね、室内でね、練習するね、練習する切れないからね。で、今室内でだよね。じゃあこれが修飾してる言葉、室内で何なのって、室内で練習するんだよね。だからこの練習するが非修飾語になります。いいかな、美しい何なの、美しい花なの、室内でどうするの、室内で練習するの、みたいな感じでつながればいい。これが修飾と非修飾です。いいかな。で、次逆です。次は波線が書いてある、つまり非修飾語が先に書いてあります。じゃあそれを修飾してるところに線を引いてください。まず修飾している一文節に線を引く。そしてもう一個大事な言葉が、修飾語には2種類あります。それが連帯修飾語、そして連用修飾語です。で、その今自分でね、こうやって答えで引いたところがどっちの修飾語なのか、それも書いていきます。いいかな。じゃあまずね、ちょっと文節切ろうか。文字をね、上手にね、書くねだね。で、書く、これが非修飾語。じゃあどんな風に書くの、今は上手に書くんだよね。だからこれが修飾語になります。上手に書くんです。いい？で、先に全部引いてからこっちやるので、ちょっと待っててください。連用か連帯かはね。じゃあ次、かわいい猫がいる、かわいいね、猫がね、いるねだね。で、猫です。これが修飾されてるの。どんな猫？かわいい猫だよね。だから、かわいいが修飾語になる。で、次。
楽しい人生を送りたいんです。で、楽しいね、人生をね、送りたいね、飽きちゃった。いいね、こうなってると。で、こうなってて、人生です。どんな人生？楽しい人生だよね。だからここが就職後になる。そして最後、雨が激しく降る。雨がね、激しくね、降るね、降るんです。どんな風に降るの？激しく降るの。いいかい？これがまず就職と非就職ね、ぜひ見つけるようになってください。そして次、さっきも言ったように連帯就職後、そして連用就職後、これを覚えていきましょう。で、これちょっとまだ先なんですけど、この連帯の対、連用の用、まあもちろん連用って言葉も連帯って言葉もこの先よく出てきますけど、まずね、連帯の対っていうのは体現っていう言葉の省略なんです。その体が使われてる。で、こっちの連用、どうしようかな。上でいくか。ちょっと横書きでごめんね。これは、用言っていう言葉の、まあ、省略、用が使われています。で、まず、これざっくり覚えてください。この段階では。体現っていうのは、ものの名前です。つまり、名詞に近いイメージとして、ものの名前と覚えてください。で、用言はそれ以外って覚えちゃうと今は簡単です。この段階では。いいかい？体言が物の名前。もちろん事柄の名前っていうのも使うんですけど、ひとまず物の名前です。で、用言はそれ以外。本当は動作とか状態なんですけど、用言っていうのは。で、連帯なのか連用なのか探すときには必ずこっちから見つけましょう。こっちの方が簡単だから。連帯の方が。で、なんでかっていうと、今ね、連帯就職後っていうのは、体現を就職する言葉という意味です。体現、つまり物の名前ね。だから、物の名前を就職してればいい。で、今見ていくと、例えば、就職されてるやつってこいつじゃん。書くだよね。で、これ、猫でしょ。まあ、猫だけにしないよね。ちょっとガバ抜くよ。で、これ、楽しい人生だよね。で、これ、フルだよね。まあ、これが就職されてると。ちょっと分節で切ってなくて申し訳ないですけど、この中で物の名前を探してみる。まず、書くって物の名前じゃないでしょ。猫って物の名前でしょ。人生って物の名前でしょ。人生って名詞だからね。で、降るって物の名前じゃないね。動きを表してるからね。だから、物の名前を表してるのはこれとこれです。体現なんです。猫と人生は。その体現を就職してるの。可愛い猫、楽しい人生って。だから、この二つは、ちょっと色がね、違くてごめんね。連帯就職後になります。両方ともね。で、個人的には、連帯を見つけて、連帯就職後じゃないやつは全部連用就職にしちゃうといいです。二つしかないから、この選択肢は。だから、書くと振る。これは、用言になるので、両方とも、連用就職後、そして、連用就職後となります。ちょっと体現消えちゃったね。いいかな。まずこの段階ではざっくり体現っていうのは物の名前、それを就職してる。いいね。猫とか人生、物の名前を就職してるから連帯就職後、そしてそれ以外は連用就職後と言ってください。まあこの動作ね、こう動き、まあ述語とかによくありますけど、述語形をね、就職してるのが連用就職後って言うんですが、まずは連帯を見つけるのがいいかなと思います。いいかな。で、前回の動画の時に、その手術の関係、まあ、主語、述語の関係、二つ言い方言いましたけど、そんな感じで、今回も、例えば、上手に書くっていうのは、就職語と非就職語の関係だよね、この二つって。だから、それこのまんまね、あと横書きで申し訳ないんですが、就職、語入るんだっけな。ちょっと待ってね。どこだっけ。あ、書いてない。ちょっと待ってね。あったあった。そう、語いらないね。就職、非就職の関係って言います。まあ、そのまんまだね。この関係がね、テストで出てくる時もあるので、よく覚えておいてください。で、これね、この点のところが、イコールになってる。多分教科書とかワークもあると思います。これどっちの記述でも大丈夫です。いいね。就職、非就職の関係です。この二つは。
で、ちょっと前回の内容と混ぜて最後にちょっと話させてもらいますが、今回上手に書く、これは就職と非就職の関係になるでしょ。でももしこれがどこにしようかな、あ、こんな感じないか、ごめん、こっちで言ってみ、ごめんね。激しく降るだと就職非就職の関係になります。これが雨が降るになると、雨がっていうのはこれは主語だよね。で、降るっていうのは述語になります。だから雨がと降る、このね、上と下、これ、ね、指が入ってないね、雨がと降るの関係は手術の関係になるんです。主語と述語だから。でも激しく降るの関係だと、これは就職非就職の関係になります。いいかな、ちょっとね、こう混ざる部分が出てくるのでややこしくなりますが、まあ、前回とね含めてこうね、うまく覚えていってください。では今回は中学校国語文節の働き丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう一本かな、文節の働き丸3ね、続きますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。